ラウンド1。カウン。笑う小沢と怒れる人し、小沢チャンネルの方では亀田チャンネルからな、そうです、はい、亀田式トレーニングのごく一部を経て、はい、敵となんとスパーリング、スパーリングです。元世界チャンピオン、ちょっとこれルールはどうしますか。お前は手を出したらね、はい、俺は殴る、蹴る、蹴る蹴るはやばいですよ銃で撃つ、なんでなんですかまあ普通にスパーリングして僕は手を出さずに、はい、小沢さんを倒します手出さないんですよ、手出さずに倒します。で3分は多分絶対できないんで、はい、1分を3ラウンドしましょう。やりますか、うん、どうですか。まあとりあえずじゃあ今のなんかで初ですか。初だ。スパーリングって初なんですか。ああ昔撮影でやったことある。え、撮影じゃない。撮影じゃないの。撮影はね、そんな、まあまあまあ、スパーリングじゃないですよね。ちなみにさっきどうでした。動きすごかったです。結構僕本当に動けないかなと思ったんですけど、やっぱトレーニングされてますね。まあ別な意味と。別な意味ね。夜の四角い一本長方形のリング。そうなんですよまあでもあれはちょっと総合格闘技だから、ボクシングって言ったらやっぱり3ラウンドするとなるとセコンドがいるわけですよ。セコンドあの人いますから。あ、それでセコンド、セコンド、セコンド、小沢さんのセコンド、あれおいっす。追いかけるのってしんどいんですよ。前追いかけて手出していかなきゃ、はい、それってめっちゃしんどいんです。だから大体パンチ一発も出さずに、まあ、足使ったりとかして、まあ、一発パンチももらわないと思うんで、それで小沢さんが多分足ついていかなくなると思うんですよね、はい、それで大体倒すと。そういう小沢さん手を出さずに、でこれで勝ってたら小沢さんの勝ち。そうなんです。でも小沢さんがこれ省エネボクシングしたら見てる人多分ファン減りますよ。ああそうです。だからだってこうやってたら誰でも3分できますから、ちゃんとやっぱ小沢さん打たないと見てる人をやっぱり楽しませるボクシングしないと、やっぱりこれは煽るだよじゃあやりましょうか。よっしゃ、いつもいいでしょ。ラウンド1カウン。よし、おっと小沢選手のジャブ、小沢選手のジャブですね。いい時か、あれ、あ、小沢選手もおっと、おコーナーの打とうか、おっと、おっと、おっと、小沢さん、小沢さん、全然行こうないじゃないですか。もっと行った方がいいですよ小沢選手、パワー、パワーシーン行きましょう。おっと、ナイスボディ、お30秒経過、ナイスボディ、おはようございます、ね、おはようございます、小沢選手、おワンツー、ちょっと届かない、なんでよろしいですか、届くんですか、ちょっと届かない、もうちょっと届かないですね、おっと例えば、おっとおっとリビン、おっおはようございます、おはようございます、8、7、6、5、4、3、いや、小沢さん、もうちょっと来ないと、あの、僕逆に倒せない。あと1分ですね。これ、はい、いやいや、あと2ラウンド。3ラウンド。小沢さん、倒しに行かないといけないですよ。行く行く。もうちょっと行かないとダメですよ。ちょっと僕、作戦変えないといけないですね。やばい。いやいや、僕ね、もうちょっと倒しに倒すからね。バスケが来ますから。そうですよね。もっとどしっとし。だって今の1ラウンド、多分10発、20発ぐらいしか出てないですよ。相手側のクレーム聞いてください。じゃあ1ラウンド20発はあかんな。もうちょっと出してくれないと僕倒せないですよ。だってお前たち世界戦やってる時1ラウンド目からは様子見ながら。そうですね、そうですね、今そのうち。いやいや、これ僕ら12ラウンドあるんで。お前たちの12ラウンドは俺の1分3ラウンドだよ。はい、やってます。スタート。お、待て待て待て、はい、オッケー、はい、ラ
ンド2、うん、あれを避けるのは軽い先のフットワークにない。小田さん、ラストです。小田さん、頑張ってください。大きくしてください。ボディが弱いです、あいつ。今、引退してるんで。ラストラウンド。ガーン。良かったですけど、ああ、めっちゃしんどくないですか？しんどいよ。スタミナありますね。スタミナめっちゃある。いやいや、ようできますね、この3ラウンド。しんどい。すごいです、これはいよいよ本物のリングに上がるあのリングですか？あのリングですかこの前リングアナウンサーをしたリングに次は、いやついに行きますか。はい、ファイターとして上がる可能性が出てきたんじゃないですか。もうちょっと近いちっちゃい白いマットがいいんだね。何言ってもわかんないでしょ。何言っても全然わかんない。俺もあのボディーを置いてボディーこっちの窓を開けてからベンダーで行った時にあれで、あ、ちょっと終わったからと疲れてきちゃった。めっちゃスタミナある。すごいですね。いやすごいでしょ、めっちゃ。この動画が10万回回ったらリング上がりましょう。何言ってんだお前。10万回って上がるでしょこれ。お前町中華でも10万超えるのに。何言ってんだ。じゃあギアスのアスカさん言ってるじゃないですか。アスカさん一回ボクシングやってみたいって言って、ね、一回最高までリング上がりますよ。面白そうだなと思って。アスカさん何歳？63回もらえる。ということでこの世紀の対決、やっぱり亀ガードはすごかった。でも判定勝ちです。
判定勝ち。まあ一応まあ判定勝ち。判定勝ち。逃げ切り。逃げ切りです。まあ逃げ切り。まあ背中抜けちゃったしな。鼻さ。鼻さ。髪の毛さ。いや多分俺の髪の毛やろ。お前下がって。小沢さんも締めてください。あ、そう。ということで、はい、今回はまあ先週のスパーリングでした。はい。皆さん楽しんでもらいましたか。楽しんでないやつはここにこれこいつが入ったし仮面ガードを一回体験してみるね。いやということで、はい、じゃあ今日は正義、はい、のスパリングでした。対策は仮面ガードです。どうもじゃあ、よし。